メルボルン近郊路線ズメトロトレーンズメルボルンと219の駅を管理し、6両編成220本の通勤電車を運行する。駅や線路、車両は州政府が保有している。メルボルンの人口は2001年から100万人増加し、鉄道の利用者数も増加傾向にあるため、州政府は駅の高架化や新型車両の導入などを計画的に進めている。 フリンダースストリート駅サザンクロス駅、ラッシュアワータメルボルン駅2017年メトロの路線網は5グループが分かれている。西北グループ、東北グル,東グループ、東グループ、東南グループ、クロスシティグループである。クリフトンヒル駅に到着したコメング電車2020年1月の時点でメトロは3形式の電車を運用している。次世代の大容量電車。 HCMT は2020年に投入される予定となっている。メトロトレインズストラグリングツーコープ、ウィズトレーンパッセンジャーサージュ、7news.com、e、au 2020年1月16日閲覧。ありがとうございます。